t カタランタル号を経営する緑塗装時代の BB9322BB9300 系電気機関車はフランス国鉄の直流電気機関車である。1967年から1969年までに40両が製造された。技術的には BB9200 系の派生系である。主にフランス南東部、南西部の路線の地域圏急行輸送と 古来ユアンテルシテなどの長距離列車の牽引機として用いられるほか、ごく稀にではあるが貨物列車や急行貨物列車の牽引機としても用いられることもある。最後まで現存した車両はすべてトゥールーズ車両基地に配置されていた。貨物列車運用に充当されていた多くの BB7200 型を旅客列車牽引機に転用したことにより、BB9300 型は、 急速に稼働量数を減らし、2014年に前期が引退した。その他に稼働しない5べきが存在する。緑塗装時代に数量の BB9300 型は、ジュネーブのコロナ版駅バルセロナフランサ駅間を運行していた、ユーロシティ、カタランタルゴのジュネーブ、セルベール間を牽引していた。これは、グルノーブルに代わりリヨンブロット駅を経由していた、時代も同様であった。 一部を掲載。ありがとうございます。